思うんだけど、大丈夫？ちょっとどこ、血出た？触らないで。慌てて転んだ。うん、擦れた。あ、何？あら、濡れちゃってる。あららら、逃げようとするからだよ、私から。あー、痛そう。あー、汚れちゃって。あー、あ、大丈夫？校長、ほんと。あー、あー、思いっきり滑っちゃったね、校長。あー、動けない。帰るよ、こっち来たもん。助けに来て、誰が。思いっきり滑ったね。あー、汚れちゃってる T シャツ。なんでそんな子、私が悪い。なんでそんな怖い子、そんな怖い子すんのよ。194.3パンパンした下手腹。うん、なんでそんな怖い子すんの。殴ってないじゃん、滑って転んだんじゃん。しょうが、殴って滑って転んだ。殴ってない、お前。あ、ちょっと髪の毛にちょっと触らない。髪の毛触らないで。あ、足、体重が重いから右足に全部体重。ああ、太ったもんね、かなり。お腹すごいもん。あー、着替えないとね。何買ったの？お菓子買ったの？コンビニトイレないしね。うん、あーあー、ぐちゃぐちゃになっちゃった。痛そう。私何もやってないよ。うん、そうです、そこ座んな。お、え、おすすめ規制ではないでしょ、私。おすすめ規制じゃない、暴力したから。え、殴って転んだじゃん。ない、何もやってないんで。自分で滑ったで、証拠残ってるわ。こんなベタベタ。私のパンツどうしたの？100円のやつ。今日なんかブルーのパンツ。怖かった。いや、滑って転んだの、こうちゃんが勝手に。おはよう。こうちゃん大丈夫？痛かった？え、こうちゃん泣いてんの？本当に台本でしょ。痛い？こうちゃん大丈夫？私から逃げるからだよ、こうちゃん。泣いてんの？こうちゃん本当に。え、泣いてないだろ。泣き真似だろ、どうせ。泣き真似でしょう。こうちゃん滑って転んだの。肘が痛い。滑って転んだの、思いっきり。いや、救急車呼ぶ？呼ばなくていいでしょ。呼ぶ？うん、読まなくていいよ。いや、二日酔いではないでしょ。
さっきレッドブル買うって言ったけどさ、思いっきりモンスターです。右足とこっちに行こうとして、こっちに行こうとした時にグネってなったんだよ。右足で踏ん張れなくて、私から逃げようとしたからだよ。いや病院すぐそこにあるよ、大塚病院。え、ホテルから出てきたんだよ今。捨てたいわけですよ。2秒。底力を。こう行ってこうやってフェイントで。そう確保した。基地県弓基地にいる。なんでこれ俺ストーカーされてこうやってやられて確保滑って、なんで俺が悪くなるのか。なのに私に殴られたとか言って嘘ついてるのこいつ。ふざけんな。何もやってないよ。触ってないもん。触ってない。ふざけんな。証拠残ってるよこれ。あ、いたって言ってあんた逃げようとしたんじゃん。そこでタバコ吸っちゃダメだよ。路上でタバコ吸う。そうじゃ。何その顔、その上、その下から見てんの。そう、勝手にこけた。その顔、ブサイクだよ。煙たくだったら許せるんですか。バファリーの方が全然かっこいい。こうやって見るとさ、バファリーの方が全然かっこいいよ、やっぱね。じゃあ、動けない。ギャハハ、勝手に転んだだけじゃんね。そう天罰だよ。私から逃げた天罰だ。こうちゃん、危ないよ。そうね、浮気した罰やね。え、浮気はしてないでしょ。歩けるか。歩けるでしょ。大丈夫でしょう。歩けるよ。わざとらしいな、本当に。大丈夫そうだね。そうでしょう。みんなナイスの花火ないの？公平がこけて、公平がこけた花火ないの？ザマーっていうね、わざとらしいね。大げさや。その顔ブサイクだから。私を睨む顔ブサイクだから。キチガイババ。え、キチガイじゃない。違いババ、なんだ。もう一回言ってみ。お、何？何握んの？何ビビってんの？何ビビってんの？触るな。お前だって今触っただろ。今だってお前触っただろ。消えるわ。ザーマー。転んで滑ってザーマー。浩平久しぶりだね。3日ぶり。マジ痛い。浩平アウト。そうだね。膝はいいんだけど。足？あ、肘？右足首と右足首。なんで通報されんの。バカじゃん。自分で滑ったんじゃんか。何言ってんだよ。すごい格好。そう、大げさだよね。大げさな男、うざい。そうだ。
いや救急車は大丈夫でしょう。何でも人のせいにするクソは。そうそうそう。うん、よく使う。もう場所もうすぐ分かったもん。タバコが止まらないな。もうファミマで分かったもん。そこのファミマ、ここのもうファミマで、あーもうここだなと思って。ダメでしょタバコ吸ってたら、路上に捨てたら。そうです、最近タバコの量が増えすぎて。あとすごい太ったもんね。だから体重もさ抑えきれなくなったね。体重太ったからもう5キロは太ったでしょ。もう腹すごいもん。そうだね、吸っちゃいけないから捕まる ね罰金だね。服が一番嫌だもん。なんでさ服って上がんの、イントネーションが。ストーカーじゃないよ。なんで別にストーカーなの。台本じゃないよ。全部ブロックしてるから連絡取りようがないし。ドアで台本。台本じゃないよ。うん、本当だ。どうやって、ね、連絡さ取れないのに。